はふらふら、頭の上でちょこっと混ぜている直前ですが、十分以上になりますと、土俵入りや取り組む時には、大口を出て通り上がります。お相撲さんによると、誰もが一日も早く、この大口を出るのを楽しみに、毎日激しい稽古をしております。ただいま、ご覧いただいているのは、伏せ直しと申しまして、何よりも、この伏せ直しを取り組みに行いますと、後で演劇トレーニングを当てる。髪の毛は生きておりますので、どんな人の髪の毛にも癖があります。その癖を抑えて、まっすぐするために、髪の毛に少々水をつけ、色を飲んで、一時的に柔らかくほぐし、まっすぐな髪の毛に移動します。
岡山さんは各セクトリーの頭の大きさ、顔の形、髪の毛と潰しによってその人に合った包丁を見上げます。現在、相撲協会には岡山さんが約50名おり、力士は100日からのままで約600名おります。この力士が毎日稽古場に岡山さんに100名おりておられます。あ、言ってる。なくなってる。言ってるか。それまして、揚げをまとめ、ちょっとの先を握りの中にで、すでに切り添えます。横山さんが使っております道具が、牛、揚げ棒、おとぐり、握りの先、抱き締まるをございまして、この道具だけで、見事な包丁を入れられます。先ほどから使っております節には、荒節、揃え節、月節、苗節と4つのものですが、いずれも全部通じております。これは、プラスチックの節です。付き合いが使っているときは、実際に使ってはおりません。ですから、小山さんは、この揃え節を非常に大切に使います。この頃は揃え節を、お家庭ではあまり食べられましたが、大変高価なもので、1本で7本するほどになります。ここは先ほどから、細長い透明感を使っているのですが、これは揚げ棒と申しまして、形は天板同士によく似ておりますが、畳の間を取り通して、靴より畳の間のところに、ここは先ほどから楽しく通して、自分に合う感染した、手作りの方法です。曲げの先端を手のひらと曲げ棒だけで丸い形に整えていきます。この包丁を入れるのに約20分くらいかかりますが、この間適当に収穫したところで精神集中の一角として絞ります。力士が曲げを入れるのは髪を締め上げることによって全身の力を放出することになります。また
大関、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 大